最終組が12番のティーです。グリーンを捉えてきたのは倉本。今日は倉本10アンダースタートでここまでスコアを1つ伸ばしています。現在はトップのジャンボと2ストローク差、3位タイです。ご覧のように今日は手嶋が一気にスコアを6つ伸ばしてトップのジャンボに並びました。この12番、今日のピンの位置はね、比較的寄せやすい位置ですよ。はい、最終組はジャンボと倉本と加瀬です。加瀬は今日1バーディー1ボギー、10アンダー変わっていません。でもここはアゲンストですからね、はい、ですからおそらく5番ぐらいですかね。こぼれました、でも突っ込んできたんですけどね、はい。まあ、追いかける加瀬としてもやはりそろそろもう攻めていかないといけませんね。そうですね。今日はここまでバーディーが9人、パー44人、そしてボギーが7人。単独トップでスタートしたジャンボですが現在13アンダー。今日はちょっと出入りの激しいゴルフでまだスコアは1つしか伸びていません。ちょっとあんまりいいスイングではないですけども、まあ、バーディーチャンスを持ってきましたね、はい、バーディーの狙えるところにジャンボ持ってきました。現在の状況です。今日スコアを一気に6つ伸ばした手嶋、7アンダーのスタートだったんですが13アンダーまで伸ばしてジャンボをついに捉えました。そして渡辺司も今日5つスコアを伸ばしています。細川も現在11アンダー、8アンダーグループ、そして9アンダーにはご覧のような選手が続いています。まあ、上位は大混戦という感じになってきたんですが、今日はこの最終組、ジャンボ、倉本、そして加瀬の組にはラウンドコメンテーターとしましてプロゴルファーの坂田信弘さんについていただいています。坂田さん。はい、坂田です。最終組の3人、まあ、随分注目されたんですが、もう一つこうスコアが伸ばせないでいるという感じなんですかね。そうですね。前半は非常に加瀬がショットのつなぎが良くてですね、はい、絡めてたんですけど入らなかったですね、パッティングが、ボディーを取らなかった、はい、でそのうち倉本がおとなしかったのにいつの間にかスッと長いの入れましてね、でジャンボ追っかける立場になったんですけど、はい、尾崎さん4番と5番で3メートルのパーパット入れまして、はい、で6番でチップインのイーグルと、そこで同じグリーンエッジから倉本と加瀬が寄せ切れずにパーだったんですね、はい、ここでちょっと流れが変わりましてね、あでいい流れになったんですけど、今度は10番で加瀬と尾崎さんが左へぶち込んで、お互いにボギーと、ちょっと少しゲームがちょっとよどんでますね。どうなるのかわからない感じですね、はい、ジャンボは今日前半の9番ロングホールでバーディーが取れなかったんですね。これは第2打がグリーンオーバーしましてね、はい、これちょっともう寄せにくいところでして、これはもう仕方ないところですね。あ、まあ、その後アウトの10番でジャンボがボギーを叩いてしまいまして、ここで手嶋選手と並んでしまいました。ですね、6番のイーグルいうのはオーバーすると7メートルぐらい行くぐらいの強さだったんですよ、はい、それがピンにガチンときましてね、飛び込んじゃったですね。そこで尾崎、倉本、加瀬の会話が少し出てきたんですよ。まあ、ここでもう決まるのかなと思ったんです。そして7番でバーディーでしょ、尾崎さん、ああ決まっちゃったかなと思ったんですけどね、10番でまたおかしくなりましたね。まあ、その9番のパー5でね、はい、バーディーが取れなかったのがやっぱりちょっとこう響いてるんでしょう。そうですね、特に尾崎さん今日は非常にドライバーいいんですよ。当たってるんですよ、はい、まあ、曲がったといえば1番と10番だけなんですよね。そういう中で非常に安定度は昨日よりもはるかにあるんですけどね、はい、なんとなくやっぱりワンストロークで勝つのかなという雰囲気ありますよね。まあ、試合としては混戦になってたからね。そうですね、この先ちょっと分からなくなりましたよね、面白くなってきましたね。
ただのキャディーの佐野さんが非常に落ち着いてますね。はい、一つ勝ちはそれも勝ちと言ってますけどね。さあその最終組は今日は倉本そして加瀬ジャンボで回っています。倉本は今バーディーパットを外しました。加瀬もこれから奥からのバーディートライ、まあ、昨日は加瀬選手は終盤ずいぶん惜しいパットもあったんですが、そうですね、今日もなんか前半そんなようなことを、ね、坂田さん今コメントしてくれたでしょ。はい、これあー来ました。いやこれは大きいですよ。加瀬11アンダージャンボとは、はい、ちょっと吹っ切れるかもわかんないですね。3ストローク差に戻しました。この13番がパー5ですからね、はい、まあ、アゲンストにはなりますけども、まあ、彼はロングヒッターですからね、はい、そのバーディーが2つ3つこう続く可能性出てきたんですね。これでジャンボもこれからバーディーパット、今日は1イーグル1バーディーそして2ボギーという内容のジャンボ。これも軽くフックすると思うんですけどね。いやちょっとそのまま抜けてしまいましたね。よかったですね。ジャンボ12番パー13アンダー変わりません。今情報が入りまして手島選手が14番でバーディーを取ったという情報が入りましたので、ジャンボはこの段階で2位ということになりますね。うーん、手島君いいですね、はい、初優勝のチャンスですねこれ。村上さん、はい、今この12番のボードをみんなこの最終組の3人も見てましたね、はい、それまでは前の組というのはあんまり見てなかったですね。あの9番でも指して見てなかったです、はい、で加瀬が11、12と初めて長いの2つ見ましたね。11番もね、はい、ということは非常にこの後のゲーム展開としては面白くなってきました。最終組ジャンボ、倉本、加瀬が12番を終わりました。96久光で KBC オーガスタゴルフトーナメント最終日は大混戦になっています。放送席の解説は今年も村上隆プロでお送りしてまいります。村上さん、はい、まあ、今初めて3日間首位を守っていたジャンボが2位、はい、まあ、入れ替わりましたね、はい、でもこの手島選手すごいですね、はい、今日ね、今日ピンの位置がね、その18ホールかなり難しいところ多いんですよ、はい、その中でこのスコアというのはすごいですね。2、4、68つまで取ってますからね、はい、今日は7アンダーのスタートで現在14アンダー実に7つ伸ばしてるわけですからね、はい、まあ、特に最終組が今日お互い、まあ、牽制し合う中でその3つ前でプレーしている手島選手なんですが、一気にそのスーッと出てきた感じがありますよね、これはでも優勝のチャンスですね、はい、また、まあ、ジャンボとしてはね、やっぱり1番のボギースタートね、はい、それが痛いですよね。そうですね、6番のイーグル、7番のバーディーでね、ちょっと盛り返しましたけども、はい、で9番のそのパー5でもね、あれフォローですよね、はい、もう楽に2オンすると、そこでバーディー取れなかったのが10番のボギーに響いてるし、ちょっと分かりませんね。そうですね、それからツアー3週連続優勝のかった細川、8アンダーのスタートで11アンダーまで伸ばしてきましたので、まあ、最終組だけじゃなくてその前の選手もこう出てくる可能性が出てきましたし、はい、非常に面白い展開になりました。今日はこの最終組にはラウンドコメンテーターとして坂田信弘プロ、そして最終組の一つ前にはテレビ朝日の森下圭吉アナウンサー、18番グリーンサイドからは草柳五道アナウンサーが情報を入れてくれることになっています。大混戦になりました96久光製薬 KBC オーガスタゴルフトーナメント大会最終日です。今年で24回目を迎える96久光製薬 KBC オーガスタゴルフトーナメント、優勝賞金1800万円、優勝者には朝日新聞社から銀製パターが贈られます。さら
に副賞として住友クレジットサービスより日本全国30万店以上で使える住友のビザギフトカード200万円が贈られます。また JAL 日本航空より東京から世界のお好きな都市へファーストクラス往復航空券がペアで贈られます。続いて決勝ラウンドにかかっている特別賞です。16番ホールにはニアピン賞を獲得した選手に雲海酒造から決勝ラウンド2日間それぞれ50万円が贈られます。17番ショートホールにはホールインワン賞として本大会特別協賛の久光製薬から100万円が贈られます。そして18番ロングホールには愛工電機からイーグル賞として100万円が贈られます。また北九州コカ・コーラよりコカ・コーラ製品が選手および大会役員に提供されています。大会最終日は気温が 28.7 度、北東の風が3メートルという絶好のコンディションになりました。先ほど午後2時現在のギャラリー数が発表されましたが2万911人、大会史上最も多い今回はギャラリー数となりました。さて今日ここまでスコアを伸ばしてきた手嶋選手のプレーをご覧いただきたいと思うんですが、今日は手嶋選手は7アンダーのスタートでしたが、これは15番の手嶋の現在のプレーの絵ですね。これもバーディーチャンスみたいですね。はい、右サイドからは上りの気持ちフックですかね。今日は前半5バーディー1ボギー、インに入ってもバーディー3つ。ああ惜しいですねこれ。15アンダーまで伸ばしますとね、優勝の可能性出てきますけどね。はい、手嶋15番パー、14アンダーは現在単独トップです。ではその手嶋選手の今日の前半のプレーをご覧いただきましょう。今日は手嶋7アンダーのスタートだったんですが、まず出だしの1番でバーディー、これがやっぱり大きかったんでしょうね。これももう1メーターぐらいの感じだったですね、はい、今のバーディー。この後2番4番6番と3つバーディー取って11アンダーまで伸ばした後、これが7番、ここはちょっとアプローチが寄りませんで長いパーパット、唯一のボギーですね。はい、一旦は10アンダーと交代したんですが、9番のロングホールで2オンしてこれがイーグルトライ。しかしこの9番で楽々のバーディーを奪いまして、手嶋前半は5バーディー1ボギー32という内容でした。そしてインに入っても10番でバーディーを取った後、これが13番のロングホールです。第3打のアプローチです。これもピンの位置が、ね、右の奥ですからね。はい、ピタッとピンそばにつけてきました手嶋。簡単にはバーディー取れるところじゃないですけども、13番のバーディーで13アンダー、さらに14番でもバーディーを取って現在スコアを7つ伸ばして14アンダーとジャンボを1つ抑えて単独トップに立っています。まあ、16番ですね、はい、問題はね。そうですね、16番がちょっとアゲンストのパー5で長いですからね、はい、それが一つの、まあ、勝つための一つの関門になってきそうですけどもね、この放送はケアゴルフクラブから生放送でお送りしています。